Hello everyone! Welcome to Life in Imizu. Minna san konnichiwa. Life in Imizu e ようこそ。Imizu 市国際交流員クレア・エブティンです。今月は10月、もうすぐハロウィンですね。アメリカの幽霊のお話や不思議な都市伝説をいくつか紹介したいと思います。お化け屋敷といえば、カリフォルニア州のサンノゼにあるウィンチェスターミステリーハウスが有名です。ウィンチェスターライフルを発明したウィリアム・ウィンチェスターの妻がライフルで殺された人々のために建設しました。1884年から30年以上かけて建築が続けられましたが、正確な設計なしに進められたので、変わった建物になりました。登れない階段、隠し通路などがたくさんあり、不思議なほど音が響きます。次はある有名な女性の幽霊のお話です。アメリカでは血だらけメリーという意味でブラッディメリーと言います。暗い部屋で鏡を見ながらブラッディメリーと3回言うと血だらけの女性の姿が現れるという伝説です。メリーが何をするか、これにはいろいろな言い伝えがあります。メリーを呼び出した人間に叫んだり呪ったり襲ったりすると言われています。ヒッチハイクの幽霊のお話もあります。言い伝えによると、幽霊がヒッチハイクをし、暗い道で一人ぼっちの運転手に乗せてもらい、目的地に到着する直前になると、幽霊が突然消えるというものです。目的地を調べてみると、ヒッチハイクした幽霊が生きていた時に住んでいた家でした。最後は幽霊の話ではありませんが、もう一つアメリカの都市伝説を紹介します。ニューヨーク地下水道のワニの都市伝説です。噂によると、休暇でフロリダ州に旅行した人が、自宅用のペットに可愛い子ワニを飼ってニューヨーク市に持ち帰りました。そのうちワニが大きくなってきたので、飼い主がワニをトイレに流しました。ワニが生きたまま地下水道に流れ、いまだに生きていると言われています。実際はワニが本当に地下水道にいる証拠はありませんが、まだ噂を信じている人が少なくありません。アメリカの都市伝説をしていましたか？私も子どもの時、友達とブラッディメリーを鏡から呼び出そうとしましたが、何も現れませんでした。方法が間違っていたかもしれません。それでは、今月の Life in Imizu は以上です。次回まで、See you in Imizu and Happy Halloween! Bye bye!